けあるぞ、死にかけあるぞ、神殺しあるのか、何が漏れたんだよ今。 3D 君相当苦手なパターン、やばいですね。ファイティングコン神のコンピューターが狂わされてる。しかしモンズ落とし、愛が負けるわけないから。愛が伸びた、怒った、怒ったぞ、神が怒った、神が怒った。ちぎり D3D お前行くんだろ、新サムで武道館。武道館、まだだ、まだある。神を殺した。ガロボーはじっくりしたいところ。さあ中切り刻んで、あそうした時に新サムライスピリッツというゲームの面白さを追求すると言いましたが、そのためにはガルフォードを使うのが最適だと判断しました。なめっか自信はあります。世界王者は伊達じゃないってところを見せてありますよ。目標は2連覇、それ以外は考えてません。ザギャロ、サムの神は16人の剣豪を今選びました。ガロボー団長、スズメちゃん、夏座敷、アキラ、トリービブン、MMC、死にかけ、セガチ、ハイパー、光線レオ、地獄少女、神下こまり、押し切り、レンスケ、D3D、タケヤン、今一度、16人に拍手。今から殺し合う、果てるか死ぬか。サムスピー世界、新サム世界大会、第3回。ベスト16後半戦始めたいと思いまーす。第1試合、前回大会優勝したガロボー対団長、じゃんけんしてワンピーツンピー決めるんだ。大口叩いてたガロボーが団長選手と激突するベスト16第1試合、注目のカードとなっております。ガロボーがいない、ガロボーがいない、不戦勝あるぞガロボー。もう1台やってんじゃねえかガロボー、出てこい、お前が1回目。あ、来ましたね。さあガロボーか団長か、上がるのは1人、入るのは2人、出るのは1人。新サム世界大会後半戦第1試合、じゃあ始めてくれ。新サムの2連覇してやると、 PV で大口を叩いていたガロボー、その実力はいかに。ガルフォード VS 団長の京志郎、いざ尋常に1本目勝負。さあまずは開幕バックステップからの犬、うまい。おいおいガロボー、それはまずいんじゃないかという大喜利戦。体力リードは団長京志郎。さあ火力では定評がある京志郎、テクニックで撹乱したいガロボー。1ラウンド目非常に分が悪い、どうだ、投げが入る。これはガロボーどうなんだ、飛ばし刻んで台足払い、じりじり追いかけたい、体力差どうい、ガロボーまくって大喜利逆転劇で一歩先取。前回大会優勝者は伊達じゃないのか、1ラウンド取ったぞ。2本目、今の試合展開は予想外でしたね。1ラウンド目から世界レベル、これが世界のミスター MVS だと。
団長選手を油断させてまくっていった。さあ2ラウンド目、団長選手頑張ってください。大切り入れば京志郎は、あーストライクエッツ体力リード、ガロボー、ガロボーの呼吸を整えさせてはダメだ。キュどうだいが入った、大切りまだピヨしてない、ここは突き刺で投げ返す、おぎせめーどうだ、勝ったのはガロボー、すげー、なるほど、お見事、なんていう強さ、ガロボー勝利、お見事。第2試合、スズメちゃん VS 夏座敷、お願いします。いやー、どっちのランドも落としてもおかしくないぐらいだったんですけどね。いや、素晴らしい試合でしたね、ありがとうございました。さあ、スズメちゃんと夏座敷、ゲームの設定通りにライバル同士と言っても過言じゃないでしょう。リアルハオマル VS 新サムに1番、2017年金を使った男、リザ尋常に勝負。俺が金を1番使ったんだよ、源十郎、夏座敷、新サム愛なら誰にも負けないと、今日はキレキレで右京を殺して上がってきました。さまざまな難敵をリアルハオマル、スズメちゃん、あーだい、一瞬の隙を逃さない、中切り、スズメちゃんのハオマル、今日も非常に生きがいい、投げて、よく見てる、投げ返す、夏座敷のこの体力差まで見るか、イノシカチョウ決めてほぼ同じぐらい、さあ肉が健太を取ったら夏座敷、中切り、中切り返していく、両者ナイス、勝てない、夏座敷一瞬の隙を逃さなかった一本選手、両者ともにこれはもう納得いかね、納得ですね、もうしょうがないですね。ワンフレーム、ツーフレームの世界で戦っている両者、狙ったりは夏座敷一本選手、怒りのゲージが溜まっているのはスズメちゃんのハオマル、リアルハオマル、スズメちゃん投げていく、カーブして、ダメージして、突然中継に返して、イノシカチョ3連殺で距離を詰める、おぎれの非常に懐かしく、今日はキレキレ、カスラテからのアイカンディ、足払い、中継にしゃがんでよける、投げに切り替えていくスズメちゃん、まだ渡らない、体力同じぐらい、さあケンタを取るのはどっちか、取りながら投げる、ダッシュ投げ、スズメちゃん、さあでっかいケンタが、あー3連殺、さあ置き攻め、置き攻め、ここ重要よ、いやーガードー、スズメちゃん一歩取り返す、今のでも思いっきりのいい置き攻めだったんですけどね、いやすごい、あれ普通ガードできないさ、できないですね、夏座敷さんの攻めが悪かったとは思わない、スズメちゃんが完璧なガード、あーやっちゃったー、夏座敷、夏座敷死ぬな、まだあるギア、勝ったのはスズメちゃん、夏座敷の冬ここに完結、ありがとうございました。じゃあアキラアースクエクバーサストリーの右京、じゃんけんしてワンピーツーピー決めるんだ、ガロスペ界を牽引してきたアキラ、鳥くんいる、鳥くんいますか、じゃあやってください、もしこれでアキラ選手が鳥くんに勝つようなことがあれば大番狂わせ、新サムの新サム界一の大番狂わせが起こるというような流れになりますが、アキラかトリか、アースクエイクで右京は枯れるのか、 1P 側ガロスペ界を牽引してきたアキラ、 2P 側トリの右京、じゃあ試合の方をお願いします。格闘ゲームの世界は勝てばいい弱肉強食の世界、いざ尋常に、しかし人の記憶に残るのは頑張って戦った姿であるというような中で、このアースクエイクが中切りで壊してガフの長切り、大切り、何が起こるかわからないのが大会の世界となっております、
落ち着いてガードして各腕で投げる。アキラ体力リード、右京に対してアースクイックが体力リードしている。将棋にさあ刻んで刻んで、今日はどちらともに非常に切れ味鋭い動きを見せている感じはしますが、アキラ取り全力を出して戦ってほしい。連続技が刺さる。起き上がり、ここ重要、バックステップつまめ返し。この世界を牽引してきたアキラ、ガロボを殺すためにこの世界大会をアースクイックを使って上がってまいりました。ベスト16、あー投げた、つまめ返しが出なかった、隙を逃さない。大斬りからの、この形がやってジャンプ台アースクエイクに時代は来ないのか。トリーが一本選手、2本目、よく打ってたよ、垂直ジャンプ台。アキラの攻めも決して悪くはなかった。2ラウンド目、奇跡は起こるのか。世界中のアースクエイクファンが見守るこの2017年12月2日世界大会第3回、右京に対しアースは伸びしろを見せれるのか。さあツバメ返し、落ち着きを取り戻した鳥くんのこのインサイドワークの非常に良いプレー。バックステップツバメ返し、投げ返していく。最後まで試合を諦めてほしくはない。勝負感強さではガロスメで培った、いろんな要素があるこのアキラ。さあ肉、あー愛された、しかしキャンセル技はなかった。さあこの体力差微妙なところ、光ゲージ溜まっていく。大切り使ったところにツバメ返しが刺さる。置き攻め、まあここはしっかり見て投げていく。ガフから超ピークリー、超ギリバックステップ、残り8秒、逃げたいがツバメ返しが刺さる。さあアースクエイク、あー間に合わなかった。勝ったのは鳥居の右京、いい試合だった、ありがとうございます。お見事。じゃあ微分さんと MMC じゃんけんしてワンピーツーピー決めるんだ。さあナコルルをここまで育ててきた微分さん、微分さんはトーナメントで必ず強い覇王丸が立ちはだかるというようなジンクスが今日も証明されてしまったかのようなこのカード、 1P 側微分さん、 2P 側 MMC の覇王丸。じゃあ試合の方お願いします。ナコルルの可能性はどこまで、どこまであるんだ。膝尋常に1本目、勝負。ピンサム世界大会でナコルルの強さをことごとく見せつけてきたこのビブンさん、今日は上がりたい。ファーストアタック取っていく、起き上がり攻めたいがしっかり目押しで連続技 MMC 大切り、ここはガードしていく。キャラランク的には絶対不利、下馬評をひっくり返すことができるか微分さん。さあここは中小中切り、あっその隙は逃さない大工。さあこっからあるのか、まだ体力的には微分さんがリード。壊し刻んで中切り返してレッシーさん、がしたがやはり MMC キャラ差は覆られぬか。1ラウンド取っていく。あでも本当接戦ですね。いや接戦ですよ。で手数っていうところで言えば微分さん非常に諦めてないですからね、はい、積極的なおかつアグレッシブに攻めていく感じ。さあリードを取れるか、ハオマル相手に火力体力ともに劣っているこのナコルルでどこまで審査迎え、上まで行けるのか。ああしゃがない、今のダメージは大きいぞ。さあフェイントを駆使してままは、しかし落ち着いて中切り返していく MMC、 わからない二人の戦いはどうなるのか、誰にも予想がつかない。うわーすまずつまぜり合い、ここは覇王丸が勝っていく。体力差若干あるが剣を取らしていく。禁止協定ローキック中切りガードして、微分さん投げ返す、肉ゲット体力リード、投げて大きい攻め、ここにかけたい。残り14秒、投げ捨てる、微分が一歩取ったぞ。
さあこの二人の行方みんなで見届けようじゃないか。3ラウンド目いざ尋常に勝負。頭きたぜ。全力を出し切った方が勝利する。そこにキャラ差は関係ない。審査も世界大会第3回いやーキレキレだね。どっちもね。アフェイント、いやー許さない。大喜利これで一歩リードは MMC。 飛んでくるのは爆弾。一旦離れて様子見る。近寄って見せる。さあ牽制技中に当たる。あーっと裏だった。よくガードした。ローから中間ったの MMC。 ビムさん残念。ありがとうございました。死にかけたい福岡から聖八、じゃんけんしてワンピーツーピー決めるんだ。さあ前回のトーナメントぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃにして盛り上げてきたこの死にかけくんのジーガーと福岡のゲームビデオゲームシーンを牽引してきた聖八、ここで運命の激突となっております。死にかけさんがいない、死にかけいないのか、あの首にするぞ、いいのか。ノジアやってましたけどね。死にかけくんが今福岡代表の覇王丸と激突となります。なんで世界大会やるって言ってんのにいないの。死にかけくん大丈夫ですか。あれ飲んでんじゃねえだろうな。3杯ぐらい飲んでる可能性がありますね。じゃあ聖八さんの選手を。選手え、本当にどこ行った。どこ行った、どこ行った、どこ行った。んいるの。あ、いるっぽいな、いたわ。いた。じゃあ死にかけ早くしろ。あと5秒以内に来ないと不先輩にするぞ。早くしろ。なんで他のことやってんだよ。試合しろって舐めてますね。舐めてます。まあでも聖八君のあの地元の福岡では、はい、まあ、ジーガー使いがいらっしゃるんですよ。ああなるほど。なので聖八君としてはそのキャラランク的対戦慣れはしてるはずなんですよ。そうですね。はい。わからない。東京代表する死にかけ君か福岡の聖八か。じゃあ試合の方を始めてくれ。九州を背中に背負ってここまで来たぞ聖八。ベスト16の覇王丸。前回大会のトーナメントをぐっちゃぐちゃにしてきたこの死にかけ君の G が福岡流は通じるのか。いざ尋常に1本目勝負。さあ聖八の覇王丸、言うても福岡にはいろんな右京使いや G が使いがいらっしゃるということで対戦慣れは絶対にしていると。あとはこの大会という空気をね、もう自分の中でお酒攻撃、これが福岡流だよと酒攻撃を当てていく。おっとここは削り、先に刺さる。死にかけファイルブリード、メシンさんに当てていく。置き攻め削り確定。ジーガーというキャラクターは非常にこのサムスピにおいて削りが重要になるという特殊なキャラクターになっていると。大空が返したデコピンピヨって死にかけ一本選手。聖八まだ大丈夫だ。一本取られただけだ。二ラウンド目二本目勝負。勝ってますからね、ハオマルね。そうですね、ハオマルは怒った時の火力がやはり他のキャラクターよりも高いということね。ちなみにジーガードは根性値が高いんですね。体力がなくなってくると防御力が上がってきているようなキャラクターと、キャラクター付けがそのように性能差があると。さあファーストアタックを死にかけ君取っていって順当に削っていった。この体力差守りたい。さあ中切り差し込んでいく聖八。さあ自分のプレーあーめっ大ガー大切りあるよあるよあるよ。あデコンピビヨンダー勝ったろ死にかけ。この男止まらない。ありがとうございました。ハイパー君対光線レオ、じゃあお願いします。いやーグーパンからのデコピン、デコピンでしたね。もう完全に死にかけ狙ってましたね。狙ってましたね。さあなんとこのベスト16には敗れてしまったがアキラのアースクエイクと光線レオのアースクエイク、レアキャラが2体上がってきているという現状となっている2017。そんなアースクエイク使い光線レオワンピー側、そして巨子の使いのハイパー、い
いざ尋常に勝負。ハイパー選手は非常に大切りの大きかった、ね、そういった、立ち回りが強い選手となっておりますね。どうやって光線レオがこのレアキャラを使ってかき回すか、そういったところが注目とされるようなところでしょうか。さまざまな事故を起こさせてきた、光線レオのバースペ、あ、うめえ集団かよ。逃げジャンプ大切り、この2人が噛み合うのかどうか。ベスト16後半戦、うまいですね、ハイパー君。しっかり順当にダメージを削っていく、体力リード、あーうまい。カウンターで中切りが刺さる、中段いかって当たらない、大切りに対して大切り、さあまだわからない、大切り飛び道具ガードして転がって中切りで落ち着いて返していく。非常に差し合いが強いこのハイパー。残り13秒、守りが強い、絶対に食らわない、守ってやる。勝負自信白腕当たんなくて逃げ切って、ハイパー一本選手手堅いですね。画面端のガード到着が短くなるのも有効に使ってます、ね、使ってますね。そうですね、さまざまな裏テクニックがあるこの新サムライスピーツ。あー上りで当てる。お前に恐怖心はないのかハイパー、素晴らしい攻め、出羽をくじいていく感じ。さあ微妙な距離感で中切りを振って牽制していく光線流、うまいね今のショーキック、相手の技をすがして当てていく。さあここぞとばかり連打、しかし台が刺さる、肉を取る、大ガード、あー上り中断、中切りガード。さあこの要塞のようなハイパーの防御を崩せるか、光線レオ叩き込め、大切り叩き返せ、大切り、どうだ、落ち着いてるな、ショーキック、ショーキック、中切り、前の外で避ける、いや刺さる、残り15秒、大ガード、ショーキリ、いやうまい攻め。ここはハイパー選手無理しないか、残り1秒、レオが時間切れ、勝ったのはハイパー、お見事。勝負あり、前々回大会準優勝者神木さこまり、そして押切蓮介先生、じゃあお願いします。ハイスコアガールの作者押切蓮介、90年代激闘のアーケードゲームをゲームセンターを生き抜いてきた男、生き証人であるこの押切蓮介、新サムライスピリット神に選ばれし16名の一人に入った、そして神北小森、前々大会の準優勝者ガンを乗り越えここまで来たぞ、勝つのはどっちだ、じゃあ試合の方お願いします。カフーインニコチン、いざ、さあニコチンで上がってきた押切、そして 2P 側神北小森、シャルロットとなっております。キャラの下馬評を考えたらシャルロットが絶対有利ではございますが、まあ、このレアキャラのね立ち回り、 そこで押し切りたいですね。確かニコチンって立ち中切りかなんかが無敵なんでしたっけ、全身がね、一人中切りが全身にできたんで、そう込めば完全体験、そうですね、なのでそういったネタをも、情報として駆使して立ち回っていきたいところ。しかし言うても相手は百戦錬磨のシャルロットとなっております。体力はあーしゃがない、刺さってドライスラッシュ、味方で避ける、あー体育うまい、体育演武上位、いやー惜しかった、今読みは良かった、わかんないよ、これあるよ、こぼして、あっジャンプ大キック、神北小森日本選手シャルロット、2本目、押切さんの後がない、2ラウンド目勝負、立ち中切り、こういった、ゲームのネタをね新サムで押し付けていきたいところ、言うても相手は百戦錬磨の神北小森となっております。うまいですね、うまい、あー差し合いが強い、ガードさしてジャンプしてる、裏に回って体を入れ替える、飛び道具大キックで攻める、ダッシュ攻撃を止めていく押し切り、ダッシュで近寄るかめくりたい、敵でよけて
さあこの差まくりたい。相手はシャルロット、絶対不利なこの状況を打破したい。あっあるのか、うまい正義に相手の受け止めるが、大空勝ったのは上下小森。言うても全然大会中優勝者上北小森、お見事。いやー来ましたね。じゃあ次、じゃあ最後注目のカード D3D 対竹谷お願いします。新サムライスピリッツ、歩くウィキペディアと言われたこの D3D、 全然大会優勝者、一番苦手と思われる竹谷選手とここで激突となります。さあ、あの極悪な竹谷の原案、この原案を服部半蔵で攻略できるかどうか。 1P 側 D3D、 2P 側竹谷、ベスト16最終戦注目のカード、知らぬい原案、いざ尋常に。お互いがお互いの良いところも悪いところも知っているであろう、この3年間戦い続けた両者となっております。ライバル同士と言っても過言ではない。さあ、2人の戦いの行く末、見届けようじゃないか。1本目、D3D 君は昨年の世界大会ではまさかの見事、ガロボーに優勝を持ってかれるという屈辱、新さんを舐めさせられている。リベンジしたいがまず立ちはだかるのがこの竹谷。いや、投げる。さあ D3D の攻めが止まらない。投げて、さあ原案的には非常に不利な状況、竹谷どうする。小切り刻んで残り1度と投げてた。シャラボン、まだ諦めない。残り13秒。いやうまい中切り。1本、差し合いには一日の長があったか。 D3D 半蔵一本選手。いやー D3D 君このままのペースいきたいところですが、そうですね、竹谷としてここは負けられないですからね。さあ逃げ台にしっかりガード、しゃがんでの攻防、投げ捨てていくのは D3D、 まだわからない。あうめさあ飛び道具放って、馬券流足払いの差し合いが非常にうまい。置き攻め、ナイスガード返していく、つばぜり合いに持ち込む。これは D3D が勝つ。取らせるか、取らせる。紳士協定ありました。そしてモゾトシ、ケンタッキーに愛されたのタケヤ、うまい。将棋にベアクロ返して、あーっダッシュだい、まだわからない、時間はたっぷりある。ジャクジャク追っ払う、中切り小切り勝ち合う両者の通常技、この時間がもどかしい。そうですね。さあまた竹谷が連打負けする、ここは紳士協定があった。さあ時間がないぞ竹谷、おー寄せて逃げて中切り、またもつまげる、つまぜり合い、時間がもどかしい。両者ともに武器を落とす、追っかける、時間切れ、勝ったのは D3D、 お見事。勝負あり、服部半蔵、所詮我にあり。さあベスト8で揃った、じゃあ準々決勝いきたいと思います。はい、ガロボー VS スズメちゃん、じゃあお願いします。これはなかなか大変なことになってますね、このカード。さあ前回大会優勝者ガロボ、当時からやり込んでるスズメちゃん、ここでまさかの激突となります。このカードは今までの世界大会で当たってないかな、ないかもしれない、初対決、まあ、世界大会に関してはね。じゃあ試合の方お願いします。1ピーガーガロボ、2ピーガーはスズメちゃん、覇王丸、連覇すると、連覇してやると言っていたこのガロボーのガルフォード、
立ちはだかるのはもう猛者しかいない。2ラウンド目まさスズメちゃんとなっているリアルハオマ。さあローキックでこかして、あーでもガロもさすが言うだけあって落ち着いた立ち回り、今のところ有利に進めているように見えますがどうでしょうか。さあケンタッキーがスズメちゃんに今授与されます。投げて体力リーチ、ストライクヘッズを決めていく。大で決まったこのヘリ攻め落ち着いてガードするも辛い足。ガロボー一本選手投げに行く流れいいですね。そうですね。さあガロボーのガロボーの公約は果たされてしまうのか。スズメちゃん2ラウンド目絶対に落としたくない。大切りここはガードダッシュ投げに切り替える。画面端追い込んで足払いから攻めていく。中切り当ててダメージを奪う。いいですね。投げ捨てる。この矢もスズメちゃんのペースですね。待ってると投げ何回動くと中切り。いい連携ができてるんではないでしょうか。本丸体力リード大切使って犬が待ってるが中切り投げる。体力リード置き攻め一旦様子見て中切りローキック投げに行ったがバレていた。逆に投げ返していくのはガロボ一気に攻める。犬ガードプラズマブレイド残り30秒まだ時間もある。モズキャンセルを使って何かを誘う。中切りよく見てる。いちいちすごい試合だ。この2人の行く末見届けようじゃないか。3本目大切りガード角半中切りすぐに投げ返していくのはガロボ置き攻め足まで刻んで投げる。ナイストライクエッツミスらね。これで大幅体力リード。スズメちゃんストライクエッツ。さあ大ピッチャーオーバル犬ガード大足刺さってガロボのサービス攻めが止まらない。犬だった勝ったのはガロボ。トリー君対 MMC じゃあ準備の方お願いします。ありがとうお見事。さあ入るのは2人出るのは1人。新サムの神に最後の1人選ばれるのは誰だ。ベスト8ワンピー側トリーの右京そしてツーピー側ビブンスさんを破ってきた MMC のハオマル試合の方お願いします。さあもうここまで来たらキャラ差なんてどうでもいい。人差でその穴埋めてやります。 MMC の青丸。さあまずは残影剣つまめ返しの矢継ぎ早の攻めを見せていくのが鳥居君。しっかりガードしていく MMC。 おーよく見えてますね。ギリギリの前でしたねえ。将棋リ返して投げ返していく。まだわからない。起きてね壊して返して将棋リショーの残影あーつまめ返し対空で使っていく。さあこの起き上がり重要になりそうだ。壊し技を刻んでいく。さあ肉をゲット歯を巻く。しかしその体力差まだまだあるぞ。右京側の体力リード。なんとかまくりたい MMC。 投げに使ったところにつまめ返しが刺さる。投げ返す置き攻めここ重要。わし一発返して残影剣。さあどうだ。あっとザッツを踏み込み切りどっちがガードかわからない。ローキック返して中切りいや中足中切り連心さんで削って大のスライディングからのー焦げつざ一世 MMC 一本取ったぞ。なんだそれなんだそれはというこの対戦2017新サムカイが震撼する焦げつさん諦めない姿勢試していく貪欲さ全てが集約されていた1ラウンド目 MMC のハオマル。さあ2ラウンド目順当に体力リードは取りそしてズバゼリ合いは剣をお互い落としていく。さあ先に取ったのはハオマル。ここは紳士協定があったようだ。つまめ返しつまめ返し大切り使ったところに特に何もなかったが残影が刺さる。さあこの逃げ上がり無敵でよける。お互い無敵中切り刻んで
中間蹴るから三遊拳勝利出していく中切り当ててガードしてステップつばめ返しここもガードバックステップつばめ返し足元からヒットこの起き上がり足払い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 3連発トリが1本取り返す自由な右京今日もキレキレといったところでしょうか勝負は3本目になだれ込む実力発注もいいところさあおお返したこれはビヨッタ大からの焦げつ旋風烈山大幅体力リードソリーの体力が10秒ちょっとでもう1割ガード勝ったの MMC 魔王丸で右京を締めたぞじゃあ死にかけ君とハイパー選手じゃんけんしてワンピツーピー決めるんだいやちょっと MMC さん来年の PV あれ決まりですね来年の PV 決まったなあれねとんでもない名シーンを今日は MMC 選手たくさん作ってくれております 1P 側死にかけ 2P 側ハイパーじゃあ試合の方お願いします清八君の心を折ってきた死にかけ高専令を破ってきたこのハイパー準々決勝でついに激突死にかけ選手は酒の量によっても強さが変わりますからね今日今宵どれほど飲んでいるのかも注目していきたいところキャラの相性的には非常にこのどっちなんですかね微妙なところではございますけれどもどっちも守りが強いキャラだもんねそうですね技が噛み合うのか対戦が噛み合うのか対空でしたね今ねいっぱい当たるぞさあここは空対空足払いそして削っていくいかに削っていくチャンスを作れるかジーガーの方はそこに注目していきたいところリードして守るリードして守るハイパーの京志郎置いてある大斬りどのタイミングで決めていくのかあうまいジャンプしてたあー大かくはん逃しません近距離大斬り飛び込んできた投げに切り替える画面端削っていくここまで順当死にかけのチーガーまた D3D やガロボート当たるのかチーガー死にかけさあ体力リードチーガー守りたいが削って許さないハイパー攻めたい大切り使って時間切れまずは死にかけ一本選手試合内容は悪くないですね互角と言っていいですか互角そしてしっかり状況を理解して立ち回ってる感じがするこの死にかけ削りの差が響くねやっぱりこのダメージソースが削りっていうのがねこの G が特殊なキャラクターになりますここも削りですあっという間に6割ぐらいの体力を削ってリードしていくのは死にかけおっワンチャンスだぎりさあこのチャンス生かしたい削って逃げるのは死にかけハイパーまだあるぞステップして受けるまあ今のは必要経費狙いたい狙いたい逆転の大斬りお互いやりたいことは分かっているんだ裏を返してダッシュしたが大諦めないハイパー分からないぞ一ドットからの逆転劇残り29秒いや空対空勝ったのは死にかけお見事因縁の再戦前々回の決勝戦と同カード準々決勝で実現上北こまり VS D3D じゃあ試合の方お願いしますああ何度も何度もお前に負けるわけにいかない上北こまりかそれとも死にかけ君にリベンジを果たすのか D3D もう破っても破ってもゲロ吐きそうな相手しか出てこない準々決勝じゃあ始めてくれ 1P 側上下こもり 2P 側 D3D じゃあ試合の方お願いしますシャルロットいざ新サムの神は誰に微笑むのか D3D3 年目超メンバーさあ今日は両者ともに非常にキレ味の鋭い動き大義ガードして投げに切り替えていくのは神木さん必要経費シャルロットの、新サムでの投げはあまり減らないというところでねさあわーやばいいや危なかった連続技回避大足払いで焦がしていくのは D3D の半蔵さあケンタッキー取っていくのは神木さん困りさあ
長い技の応酬。ガードして攻撃を通さない。通るのはこのように投げ、足払い、刻んで蹴る。遠い回りからのジャンプ大キック、さあ投げていく。さあこの攻め、一旦ジャンプで距離を取る。神下、神谷を両者の殴り合い。うまい、裏回って、残り14秒。半蔵が若干体力負けているか。10秒、追いつけるか。リスビディ取りたいこのラウンド、しかし相手は怒っている。神下、いやーダーキック、時間切れ。神下一本選手後がない。 D3D すごいですね、動きがある中での2人の攻防。そうですね、29秒があっという間だった1ラウンド目。うまい、正面で動きを止めて投げていくのは D3D。 さあなんだそれ、表から大大相手ビヨンテル大切り、消えて上から、消えて上から連続技、シャルロット限定、シャルロット限定の連続技しっかり決めて、 D3D 完璧な立つ回りで1ラウンド取り返す。3本目、いやーこの秒殺劇があるからサムライスピリッツはやめられない、神様はやめられない。さあお互い赤くなっている、怒りゲージはマックスである。さあジャンプして飛んで空タイプ、すごい動き、そして置き攻め、置きボス置いてやった。大幅体力リード、ディスリティか神下か、ライバル対決、3年目の正直、勝つのはどっちだ。中切り落として、ケンタ、ここはあーしゃがない、まだ分からない、トライスラッシュ削って、さあ飛び道具を打って牽制、神下距離を取る。まだ半蔵が若干体力リード、ディスリティ全然分かりませんか、分かんないね。ジャンプ台、ここはしっかりガード、一旦ガードしよう、そびていく、トーマスでダッシュで走って、しゃがないガード、3年目の正直、どちらが勝つんだ。体力差ほぼゼロ、どうした、投げてまくったか、まだ分からない、飛んでた空対空、残り12秒、超モズ勝ったのは D3D、 お見事、反応お見事、強い。神に選ばれしベスト4、ガロボー、 MMC死にかけ D3D。 じゃあ4人一旦並んでもらっていいですかね、1人ずつお話を伺いたいと思います。世界大会2017ベスト4ですね。じゃあじゃあ死にかけ君からちょっと一言ずつ意気込みを、準決勝から、準決勝の意気込みを聞きたいと思います。死にかけ君の相手は D3D 君ですね。またですね、はい、因縁の対決ということで、まあそうですね、そうですね、まあまたかよみたいな、そんな感じではあります、うん、どうですか。なのでまあいつも長いから短めに話しますと、また勝ちたいと思います。わかりました、死にかけ君に握手。じゃあ D3D 君にマイクを渡してください。 D3D 君、また死にかけ君と激突が決まりました。そうですね、どうですか。まあ嫌ですよ、何考えてるか分かんないんでね。かなり酔ってるとか酔ってないとかあんま関係なく、何考えてるか分かんないですね、この人。なるほどね。だからまあ嫌ですよ。嫌です、はい、でも勝つのはどっちですか。まあ僕でしょうね。てか半蔵が勝ってしまいますね。なるほどね、わかりました。じゃあ、はい、MMC 選手にマイク渡したいと思います。はい、ガロボー戦どうでしょうか。そうですね、ハオマルとマルフォードはまあ、ハマるのは有利だと思っているので、ちょっと何としても止めたいというふうに思っています。おお、ここは MMC 選手が王者を超えると宣言、まあ、期待したいかなと思います。よし、じゃあ前回大会優勝者ガルボー。はーい、ガルボーです、どうも、うん、いやーやっぱ意気込みを。そうですね、やっぱり有言実行でここまで来ましたけど、ここまで来たからにはここまで来たからにはもう優勝を目指して突っ走ろうかと思っています。はい、わ、はい、かりました。じゃあ MMC 選手、そしてどっちが上がってきてほしいですか、死にかけ君と D3D 君。どっちも嫌ですね、正直。どっちも嫌だと。そうですね、やはり、まあ、ここは、まあ、そうですね、D3D さんに上がってきてもらって乗り越えるという形で、わかりました、まあ、ここはあれですね、わかりました、最後を締めたい、まあ、それは理想っていうことでね、わ、はい、かりました、はい、シーサムの神に選ばれし4名の選手たち、いや剣豪たちに大きな握手を、ありがとうございました。じゃあ準決勝始めたいと思います。
行っちゃっていいですか。じゃあ大丈夫、始めちゃっていい。じゃあガロボー対 MMC、 じゃんけんしてワンピーツンピー決めるんだ、うん、やった。準決勝第1試合、前回大会優勝者のガロボー、そしてキャラ的に有利なのでそれを見せたいと意気込んでいた MMC。 MMC 選手は微分さん、鳥居君と非常に強い選手を破ってここまで上がってきてるから、非常に今動きの調子というか流れが来てますよね。そうです。 MMC ハオマルか、ガロボーのガロボーとか、いざ尋常に準決勝勝負。勝負シンサムの神に選ばれし4名の剣豪たち、ここであと2人に絞られる。出るのはナットの、あっと、ヒリゲージが溜まって投げ捨てる MMC。 おっしゃ、そのキャラクター的に有利な部分を出していきたいと戦前語っていたこの MMC、 相手は前回の世界大会覇者ガロボ。投げる、タイルブリードガロボ、有限実行になるのか、中切り返してダメ弾いた、大ギリーガロボー一本選手。ガルフォードの強みですね。いやー遠距離からね、前の外からの大入りしてやったり、ガロボー1ラウンド目、MMC 後がない。準決勝第1試合、さあゲージが怒ってる、ああ3段決まって勝ったのはガロボー、決勝進出おめでとう。ガルフォード、これはあるのかガロボー。準決勝第2試合、死にかけ対 D3D、 因縁の再戦、じゃあお願いします。昨年はまさかまさかの死にかけ G が D3D を破るという大波乱がございました。2017年、運命に導かれるようにこの2人が再度激突。準決勝第2試合、勝つのはジーガーか半蔵か、どっちだ。さあお互いの1年間何だったのか、今みんなの前で見せてやる。ワンピーガー死にかけ、ツーピーガー D3D、 一本目勝負。さあ静かに立ち上がる両者、俺は負けるはずがないと言っていた D3D、 しかし去年は死にかけ君が何かに目覚めたかの、おーと大切り、ダウンを奪って対空返していく、私も同じ目に合わせるか、それともリベンジ達成なるのか。さあ小技刻んで中切り、あースカッター、うわステップで避けたよ、ボディーブローからの大足払い。さあお互い若干動きが硬いが、どこでキングを破る、おーっと追い切り、体力リード、 D3D 2P 側足払い、ボディーブレスしっかりガード、削りを許さないこの反応、立ち回り預けはうまく使って中切り、デコピン殴り合う、ロシア投げた、残り13秒体力リーダー、しがみ削っていく、まだ生きてる、ノボリショーパンチ、リベンジはさせない、死にかけ一本選手。2本目、二人の行く末はどうなるのか、2ラウンド目、インスタムの神はどちらに微笑むのか。足払い中切りジャンプして先に足払い決めるのジーガー中掛けデコピン、あー若干攻めあぐねてる感じのロールがどうなんでしょうか、中切り、あーうまい、カクアン中切り当てていくな、ディズリーディトピンガード、ここは削りしょうがない、必要景品。ジーガーと半蔵の試合、昨年の大番狂わせはフロックなのか、それとも実力差なのか、2017年、この2人が相まみえる、中切り D3D 大切り決めた、体力リード、デコピン大足ガードして、ゲージが溜まってるシーンがめくりボディからの大足、体力逆転、削りが怖い、ダッシュで力が足まない、削っていく、さあ体力ない、時間も
いや時間もらいたいのもない。あーうめー。あーこれは投げが入れば削って死にかけ決勝進出おめでとう。時代は変わらなかった。死にかけ2度目の勝利おめでとう。これで決勝戦のカードはガルボー VS 死にかけ前年と同じカードとなります。じゃあ二人にお話を聞きたいと思います。じゃあ死にかけ君からまず決勝戦に対する意気込みをお願いします。戦いたくない。戦いたくない。一つだけ質問してもらさせてもらっていいですか。はい。勝つのはどっちですか。わかんない。わかりました、はい、じゃあ死にかけ君に応援の拍手を。よろしくお願いします。じゃあ前回大会優勝者のガロボーです。みんな拍手。はい、ありがとうございます。決勝戦ということですが一つだけ聞かせてください。去年と同じカードですね。はい、どっち勝つのはどっち。そうですね、やっぱり俺が勝ちます。ガロボーに拍手。はい、じゃあガロボー最後にオーディエンスに一言。はい、ですね、新サムライスピーツは面白いゲームですので皆さんこれからも続けてください。わかりました。まだ終わってねえぞ。なんか締めの言葉みたいになっちゃったけどね。わ、まあ、かりました、はい、じゃあ両者に拍手。じゃあみんな決勝戦だよ、盛り上がっていこうぜ。新サムライスピリッツ世界大会第3回目2017決勝戦始めたいと思います。ワンピー側死にかけ、ツーピー側ガルボ。じゃあ試合を始めるんだ。昨年のガロボーはシャルロットだった。今年はガルフォード。死にかけ君は昨年と変わらずジーガー。このキャラ変更がどのように戦局に左右するのか注目してほしいところ。2017年新サム最強はどっちだ。ワンピー側死にかけ、ツーピー側ガロボーのガルフォード。さあ尋常に勝負。50何名の世界大会の参加者の中から今この2人が神に選ばれた決勝戦。こちらも比類なき強さで上がってきた印象のある今大会2017新サム世界大会1ラウンド目、ガロボーが素早い動きで体力を奪っていく。あー大切りめくって始まるから、でもみんグータイプ1ドット犬当ててガロボー優勝リーチ。誰がこの男の勢いを止めるんだ。ガロボー2連覇に向けて一歩前進。死にかけ絶対絶命、後がない。2ラウンド目だが進化。あーそれ決つ。いやーもう強引に投げに行った感じ。奥攻め、うめえ。逃げたぎりフェイントからデコピン当たったけどダッシュで誓って投げてるのは死にかけ。さあ奥攻め、デコピン削って、いやここはダウンボールのショーパンチ、すぐさま投げ返していくガルボ。犬ガードして、あおうめえ。削った、この削りドン響く、足払い大輝使って犬当たってしまう。体力リードガルボ、このまま勝つのかそれとも死にかけまくるのか。削ってまくって投げてたかったのはガルボ優勝おめでとう。みんな拍手。いやお見事、勝負は一瞬だった。ガロボーに大きな拍手を。放送席、放送席勝利者インタビュー、優勝したガロボー選手です。ありがとうございます。この1年間振り返ってどうでしたか、はい、新サム。そうですね、もう本当にもう三ヶ野に来ればもう新サムやってたんですけど、まあ本当にねもうガルフォード自体、俺にとってはもう新たな挑戦だったんですけど、ええ、まあその挑戦がうまくいって本当に嬉しいです。はい、はい、みんな拍手、はい、まあPV でも、はい、もう王者として2連覇すると、そうですね、はい、大口叩いてるようにも見えたんですが、はいはい、実際それを、まあ、実現したと、はい、有言実行したというところで、はいはい、どうなんですか、嬉しいですか。やっぱり嬉しいです。今だから言いますけど本当はそこまで自信なかったんですよ、はい、でもやっぱり世界王者たるものをああやって堂々としなきゃいけないなと思って、はいはい、じゃああえて聞きたいと思います。来年もし世界大会が第4回目あったとしたら、はい、また勝つことができますか。はい、3連覇して孔明さんに並びたいと思います。
はい、じゃあガロボー選手に大きな拍手を。ありがとうございました。優勝はガロボー。ありがとうございました。いやー、とりあえずね、皆さん1年間、ここまでまた再会できてよかったですよね。皆さんに拍手。みんなそれぞれ新サムに対する1年間っていうのがあったわけじゃないですか。その1年間をね、今日という日に、まあ、消化できた、消化不良の人もいるかもしれないですけど、まあ、また来年以降も、こういう、場所をね、準備したいと思いますので、どうかその時はよろしくお願いいたします。新サムライスピリッツ勢に拍手。ありがとうございました。で、今のね、賞状を渡したいんですけど来てないので、来たら賞状を渡してエンディングになりたいと思います。はい、じゃあ優勝したガロボー選手、もう一度出てきてもらっていいですか。表彰式です。優勝ガロボー殿、あなたは新サムライスピリッツ世界大会、新サムライスピリッツワールドカップ2017において当初の通り優秀な成績を収めました。よってこの栄誉をたたえ、ここに賞します。2017年12月2日土曜日、高田馬場ゲーセン帝、店長池田実、おめでとうございます。改めて大きな拍手。まあ来年はサムライスピリッツ関係、まだちょっと言えないんですけど、なんかみんながびっくりするような、なんか企画がいろいろ動いてそうなので、その時はどうかまたよろしくお願いいたします。こんなに集まってくれてありがとうございました。新サムライスピリッツ世界大会2017第3回以上終了。ありがとうございました。お疲れ様でした。